これを視聴してくれている皆さんは、海上自衛隊が世界に誇る US-2 救難飛行艇をご存知かな？アメリカ海軍ですら、その性能に関心を持っており、実際に視察を行っているくらいみたいだね。その US-2 救難飛行艇の8機目を海上自衛隊が納入したわけだぜ。さて今回はそんな US-2 救難飛行艇について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年5月24日、新名は航洋より、通算で8機目となる US-2 救難飛行艇が海上自衛隊へ納品され、晴れて岩国基地に配備されることになったよ。2007年3月の初号機から今もなお日本の海難救助活動に従事しており、これからも多くの命を救うことが期待されているね。US-2 救難飛行艇の初舷に関しては、乗員11名、全長 33.25 メートル、全幅 33.15 メートル、全高 10.06 メートルの規模艦となっているんだ。これを見ると世界でも最大規模の飛行艇と言われるのも納得がいき、最大時速 580km、巡航時では 470km、航続距離も 4700km に達すると言われているんだって。この US-2 救難飛行艇の最大の特徴と言われ、世界の各国から注目されているのが圧倒的な短距離着水を可能としている点だと言っていいんじゃないかな。離水距離 280m、着水距離 330m、着水可能な波の高さも3メートルと世界の飛行艇の中でも群を抜いているくらいだよ。救難飛行艇として世界9カ国において採用されている、カナダのボンバルディア社製の CL415 飛行艇は離水距離が808メートルで着水距離が665メートル、着水可能な波の高さが 1.8 メートルとなっており、その差を見ても歴然だよな。このような高性能な機能を持つ US-2 救難飛行艇だが、なぜか海外での採用例は5つもない。なぜなら、US-2 救難飛行艇は生産数も限られており、1機あたりの価格が120億円を超えているからだぜ。だからこそ世界の国々も注目はするけど、いざとなると購入を渋ってしまうんだね。その中でも、導入間近まで交渉していたインドだったけど、ロシア製の B200 飛行艇の1機あたり75億円という安価な型に食いつき、性能は大幅に劣るものの、コスト面で負けてしまったんだ。しかも、インドはもともとロシアとつながりが強いことから、単純な金額面だけではなく、購入後のアフターフォローなども充実していると推察されるよ。いかに日本の US-2 救難飛行艇が高性能といっても、そもそもロシアの優位性が高かったんだ。しかし、現状を見てもロシアの生産性の低下が顕著になってきていて、当然だが、ウクライナ有事による西側諸国からの経済制裁が起因となっていて、B200 飛行艇の生産も止めざるを得なくなっているぜ。それでもインドはロシアに対して経済制裁を行っていないことや、行き先を失ったロシア産の原油を購入するなど、独自の路線を選択していることから、二国間の関係は良い方向で進んでおり、今後も価格面などで合意が取られれば、取引は順調に進められるだろうな。一方で US-2 救難飛行艇の外観のデザインや救難飛行艇としてのコンセプトなどは、前モデルである US-1 飛行艇を踏襲していることが見た目でもわかるよ。この US-1 飛行艇も同様に、新名は航洋が手掛けた機体であり、1976年から2017年まで立派に役目を果たしたんだ。実はこの US-1 飛行艇はオリジナルの開発ではなく、海上自衛隊が1970年に採用された PS-1 という新名は航洋が製造した、対潜水艦用哨戒機がベースとなっているみたい。その当時、日本の脅威となっていた旧ソ連の潜水艦への対抗策として、US-1 飛行艇は機体自体を海面に着水させた後に搭載する吊り下ろし式の対潜用ソナーを使用するタイプであったんだけど、その方式はすぐに陳腐化する結果となり、当時世界の対潜哨戒の分野においてトップを走るアメリカ海軍の機体から投下するその V 式の潜水艦探査手法が躍り出ており、これは1968年に初飛行させたロッキード社の P-3C 対潜哨戒機において実用化を果たしているね。それで、
海上自衛隊は US-1 飛行艇の調達を23機で打ち止め、1981年にアメリカ海軍に倣ってロッキード社製の P-3C 対潜哨戒機を導入する運びとなったわけだな。ちなみに同機は川崎重工業者がライセンス生産を行うなどして、その後、100機以上が調達されており、海上自衛隊では同社製の国産 P-1 哨戒機を2013年正式採用へと発展を遂げたぜ。2022年度末においても P-3C 対潜哨戒機40機の保有を継続していたことから、残るこれらを海外の国々に対して払い下げる計画も進められているけど、またもや交渉負けしている模様が伺えるよ。中でも南シナ海での監視能力強化を図るフィリピンが P-3C の購入を希望していたけど、後の運用に高度な能力を必要とし、維持費も高い P-3C に代わり、より扱いやすく維持費が安い方の TC-90 に変更となっているんだ。P-3C 対潜哨戒機の代替になった川崎重工業社製の P-1 哨戒機は、この流れで、日本政府は P-1 哨戒機を海外に売り込む案を模索していたが、有力視された国々の大半はアメリカのボーイング社製の P-8 哨戒機を採用して、またもや交渉に惜敗しているんだ。武器輸出の規制が緩和された日本としては、どうにか販路の開拓を行いたいわけだけど、やはり海外輸出の望みは今のところ薄いようだね。PS-1 対潜哨戒飛行艇から US-1 飛行艇を経て開発された US-2 救難飛行艇であるが、この製造元である新明和工業は、太平洋戦争まで、これらにつながる飛行艇の開発製造を行ってきているよ。新明和工業は前身である川西航空機より引き継がれた技術やノウハウを存分に発揮しており、実際、川西航空機は錦大艇の通称でよく知られている錦大型飛行艇を当時の大日本帝国海軍への納入実績もあるんだ。太平洋戦争期において世界屈指の性能を持つと評価を受けた錦大型飛行艇は、川西航空機の菊原静雄技師を中心に開発された機体であり、1942年に日本帝国海軍がこの機体に惚れ込み、正式採用に至ったわけだな。この菊原静雄技師によって開発されたのは2式大型飛行艇だけではなく、極地戦闘機として名高い市電及び市電海をも開発しており、日本の航空機製造に多大な貢献をした設計技師でもあるぜ。2式大型飛行艇は、第一次世界大戦の幕を閉じた後の世界の軍縮の流れから開発されたものであり、アメリカ海軍を最大の仮想敵としていた大日本帝国海軍が水上戦闘艦の建造を、この艦の軍縮条約等で規制されたことが発端となっているよ。当時の大日本帝国海軍の構想としては、水上戦闘艦の代わりとなる航空機の攻撃によってアメリカ海軍と対峙するというものであり、そのことから、航続距離を長く持つ陸上攻撃機によって、それらを射程距離外から叩く戦術の実現化を考察していたんだ。もともとは陸上攻撃機の開発が求められたんだけど、第一次世界大戦の結果、日本の移民統治領とされた元ドイツ領にあたるミクロネシアなどの島嶼部では、そうした大型の陸上攻撃機を運用可能な飛行場の確保が困難を極めた背景があったみたい。だからこそ、飛行場を利用せずとも、海上から飛び立つことができる大型の飛行艇の開発を必要とし、川西航空機はこの機体に応える形で97式飛行艇を送り出し、1936年に大日本帝国海軍に正式採用された功績を持つんだ。国内で初めて量産されることになった97式飛行艇は、4発の機関部を備えた大型の飛行艇として誕生し、これをベースにさらなる大型化を図った機体の開発が1938年から着手されることになり、その結果1940年12月に完成を果たし、1942年に正式採用されたのが、2式大型飛行艇というわけだね。こうやって US-2 救難飛行艇の歴史の紐を解いていくと面白いものが見えてくるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。イギリス軍が誇る空母クイーンエリザベス、その誇り高い女王艦にアメリカ軍の F-35B 戦闘機が満載され、
北海で合同訓練中なんだって。空母クイーンエリザベスは F-35B を乗せるため、クロスデッキ訓練を行ったということだね。これはイギリスだけの話ではなく、日本も護衛艦出雲でクロスデッキ訓練を行うために、改修工事に入っているな。クロスデッキというのは、空母の共同使用ということで、デッキ甲板をクロス交差させるということだな。自国の空母に離着陸させるんだから、どの国の戦闘機でも良いというわけにはいかないよね。だからこそ、同盟国の戦闘機でなければクロスデッキ訓練はしないだろうな。そしてクロスデッキを行うということで、同盟国の関係の深さを世界に知らしめることができるというわけだぜ。うんうん。さて今回は護衛艦出雲が改修工事を急ピッチで進めていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ではクロスデッキ用の改修工事とはどんなものなのか説明すると、まず艦首部分を四角に改修して、急ピッチで完成目指して作業を進めているんだ。クイーンエリザベスには F-35B 戦闘機がいっぱいに搭載されているんだけど、その光景を見ると圧倒されるよね。出雲を改修したら日本の艦艇にも F-35B 戦闘機が満載されることになるんだろうし、その下準備というわけで山口県の岩国基地では F-35B 戦闘機を大幅に増やして運用する予定になっているとか、2020年9月末、防衛省は2021年度の防衛予算の概算金額を公表していて、その額が史上最も高額の合計5兆4898億円になる見込みということが明らかになったため、その内容が話題になっていたよね。特に注目されるのが、対象となる場所領域として宇宙空間、サーバー空間などへの対応を想定していることに加えて、電磁波など新規分野も網羅しているということで、これは今後の防衛の方向性を示すものと言えるんじゃないかな。現実の地上や海上、海中での戦闘ではなく、コンピュータ上でボタン一つで勝敗が決する戦争の時代が身近に迫っているような気がするし、敵の名前も顔すら知ることなく、倒せるというのはバーチャルだけかと思っていたけど、現実世界でもあり得ることらしいね。そうなったら、戦争というものに対して無感動に対峙する人間が増えていくことになるのではないかと不安に感じるよね。さて、前述のように新しい分野への対応もしつつも、同時に現在の事態への対応も必要で、その対応と考えられるんだけど、現有のヘリコプター搭載型護衛艦出雲、加賀に本格的な航空母艦化工事を行うため、231億円という高額な具体的改修費用が盛り込まれたところも注目されるポイントとなったよ。航空母艦という言葉だけを見るとかなり大きいというか、重厚、深刻なものと感じられるし、戦争につきものといった考えなめないよね。その通りで、出雲、加賀の航空母艦化という動きは、ややもすれば言葉だけが一人歩きしてしまう傾向を生み、その是非をめぐって、専守防衛を理念とするはずの自衛隊が攻撃型兵器である航空母艦を保有しても良いのかという批判が上がっていることも事実だな。自衛隊の指示から攻撃的兵器保有は容認できないとする意見だが、弾道ミサイル防衛に関する敵基地攻撃能力の獲得という事態とも絡んで、議論の対象にもなっているわけだ。当然といえば当然だね。今までの理念を簡単にスルーしないでほしいし、なんといっても血税で購入するわけだから、しっかりとした誠意ある説明は絶対必要だと思うよ。言葉としての攻撃的兵器というレッテルなら、すでに海自の主戦力として欠かせない潜水艦は、軍事上の種別では攻撃型潜水艦と呼ばれているから、これも問題なのかという反論が上がっていて、要するに、艦艇や航空機、車両など兵器自体というより、実装する兵装武器によってどんな風にも運用できるんだから、それをスルーした批判は無意味ではないかという反対意見も湧き上がったね。ここで改めて考えてみると、2隻の護衛艦出雲と加賀を航空母艦として改修し、F-35B ライトニング2戦闘機を艦載機として搭載することは、南西諸島方面に圧力を増しつつある中国海軍に対する強力な抑止力になるだろうという期待感もあるようで、この F-35 ライトニング2戦闘機は、高度なステルス性能を持つ戦闘機だから、
敵のレーダーに探知されることなく、敵艦艇や航空機、陸上部隊などの対艦、対空、対地攻撃任務に従事することができるってわけ。そうなれば、尖閣諸島の防衛、万が一中国に強奪されたとしても、奪還に貢献してくれるはずと見込まれているぜ。このように、尖閣諸島方面などを目的とした海上から F-35B ライトニング2戦闘機を離着陸させられる護衛艦出雲、香川、中国を牽制するためには必要不可欠な戦力になると考えられているみたいだな。では、この改修工事はどんなスケジュールが予定されているのかってところだけど、具体的な出雲、加賀の航空母艦化改修工事日程は、2020年にはすでに出雲が約31億円の経費で飛行甲板周りの強化工事を行っているみたい。とはいえ、この工事完了はまだ第一段階に過ぎず、この次になる5年後の定期点検時に再度改修工事を行うことで、やっとすべての航空母艦化改修工程が終了することになり、ここでようやく F-35B ライトニング2戦闘機の運用可能というわけだね。こういったスケジュールだから、従来は2021年に大規模定期点検に入る加賀が一度に改修工事をすべて終了し、出雲より先に航空母艦化が完了するというのが一般的解釈だったんだ。だけど、今回2021年度の防衛費の概算要求内容を見ると、加賀の改修も二度に分けて行うということが判明していて、一度目は約231億円の経費で飛行甲板を拡張する大規模な工事となるということが分かったよ。その理由だけど、現在の加賀は垂直離着陸で運用されるヘリコプターのみに対応した船体で、それを短距離離陸垂直着陸が可能な F-35B ライトニング2戦闘機を運用するために、飛行甲板を広げる必要があるということでの工事ってわけ。具体的な工事内容だけど、現在は監視方向に向かって緩やかに狭まっていく形状をしている艦首なんだけど、それをスクエア四角形状に直して、飛行甲板の長さや面積も拡張することによって、F-35B ライトニング2戦闘機を運用するのに最適な形状にするという工事だね。この改修工事を香川1回目の改修工事で行う予定で、5年ごとに行われる2回目工事では F-35B ライトニング2戦闘機を収容するための、艦内区画の変更を行う予定になっているな。2回目の改修はアメリカにおける同期運用方法を参考にするのではないかと思われるぜ。したがって加賀の改修が終わるのは2026年度以降と考えられ、出雲は2024年度以降に2回目改修工が終わると見込まれており、どちらにしても出雲の方が少し早めに航空母艦化が実現すると推測されているってわけだ。では日本が期待する F-35 ライトニング2戦闘機について少し説明すると、なんといっても気になるのはそのお値段だよね。果たしてどれほどの巨額予算が注ぎ込まれることになったんだろ？改修工事と補強を合わせるかのように、調達予算が組まれている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、2020年度予算は6機購入予定で経費は793億円、実際に購入するのは2024年ということで、2021年度予算では2機購入で経費264億円、これも実際の購入は2025年という計画になっているみたい。2024年と2025年の2年で調達予定になっている F-35B ライトニング2戦闘機だけど、どちらも1機あたり調達価格を計算すると約132億円になり、ライトニング2シリーズには、A 型、B 型、C 型の3種類あって、日本が購入したがっているのは C 型で、計算したように、通常滑走路仕様である A 型に比べると高額ということがわかるよね。出雲、加賀がこういった改修工事後の艦首は、アメリカの強襲揚陸艦の形状と同じのものになるんだけど、カタパルトのない航空母艦にはよくあるスキージャンプ式発艦の採用は見送られることになったんだ。艦載機としての F-35B ライトニング2戦闘機の運用のみを考えれば、スキージャンプ式がないということで燃料や兵装の積載に制限が生じることになり、デメリットとなるんだけど、対潜哨戒用は言うまでもなく、航空母艦上ではヘリコプターの運用もしなくてはならないから、そう考えた場合あちら立てれば、こちら立たずではなく、
両方を成り立たせるため、苦肉の策とも言える判断だったのではないかと感じられるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2023年3月中旬の3日間、千葉県千葉市の幕張メッセにおいて DSEI ジャパン2023という展示会が開催されたことを、みんなは知っているかな？ここでは日本の防衛関連企業や海外の軍需企業も参加しての、防衛及びセキュリティの分野の様々な内容が展示されたぜ。軍事マニアたちにとっては目の色が変わる催しだっただろうね。さて今回はそんな DSEI ジャパン2023について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、この DSEI ジャパンという名称の展示会は2019年に初めて開催され、2021年にも開催が予定されていたんだけど、新型コロナウイルスの世界的な蔓延の影響を受けて中止され、今回2023年で2回目の実施となったんだ。DSEI ジャパン2023には開催国である日本の防衛関連企業も数多く参加を果たしているけど、これらの企業は直接的な攻撃用の兵器は展示しないという日本側の方針のもと、電子戦兵器や後方支援用の装備品の展示に止めていたよ。ただし参加した海外の軍需企業の中には、直接的な攻撃兵器であるミサイル等の展示を行ったケースも散見され、展示会の開催国である日本がこうした政治的な建前を今に至っても崩せない状況には、多少の違和感は拭えないな。そもそも DSEI ジャパンの会場に足を踏み入れることが可能なのは、観光庁や防衛産業の関係者、並びに安全保障関連の研究に従事している人物に限定されており、内々の関係者しか直接見ることはできないようになっているぜ。それを考慮した上で、他国に日本の防衛産業の製品が直接の攻撃に使用される兵器を実際に販売可能か否かは、日本の現行法や政治的な判断に委ねるべきものであり、展示の有無によるものではないとしか個人的には思えないな。さてそんな今回の DSEI ジャパン2023だけど、やはり会場でひときわ注目を集めていたのは、日本とイギリスとイタリアとで共同開発される運びとなった、次期戦闘機の模型とそのプロジェクトに参加する各国の主要企業だろうね。日本においてそれは三菱重工業社、IHI 社、三菱電機社などであり、イギリスは BAE システムズ社、ロールスロイス社、レオナルド UK 社、そしてイタリアはレオナルド社らがそうした参加企業の代表格なんだ。この次期戦闘機開発計画は GCAP グローバルコンバットエアープログラムと称されており、今回の DSEI ジャパン2023においてもその中心を担うであろう BAE システムズ社が、盛んに第6世代機だと喧伝していたよ。現時点で第5世代戦闘機と呼ばれているアメリカロッキードマーチン社の F-35 ライトニング2を、その先の世代だと認識された機体はまだどこにもなく、その定義も曖昧だけどキャッチフレーズには使用されているみたい。さてそんな GCAP グローバルコンバットエアープログラム関連以外でも、今回の DSEI ジャパン2023では川崎重工業社がかなり変わった展示を行っており、一部ではそのパネル展示が非常に大きな話題ともなったね。ここで川崎重工業社がパネル展示を行ったのは、参加の同社のグループ企業でバイクやジェットスキー等を手掛けていることで著名な川崎モータース社が開発した、ニッケル水素を用いた二次電池の新たな用途についてなんだ。この川崎モータース社のニッケル水素を用いた二次電池は製品名をギガセルと称するんだけど、今回川崎重工業社は DSEI ジャパン2023においてその用途として、航空母艦の電磁式カタパルトの動力源とすることを提示したみたい。航空母艦のカタパルトといえば、それらの艦艇から艦載機である機体を強制的に加速させて射出する機構であり、機体自身が自らのエンジンの出力によって発艦する場合に比して、より短い滑走距離でそれを可能とする仕組みだね。また距離的な問題に止まらず、発艦する機体に対してより多くの燃料や兵装などを搭載した状態で発艦させることが可能となるため、機体の持つ航続距離や攻撃力を向上させる装置として、
アメリカ海軍等の艦艇で運用されているぜ。実際にはこの2023年3月においてカタパルトを装備し実戦配備された航空母艦というのは、アメリカ海軍のニミッツ級航空母艦10隻とジェラルド・アール・フォード、そしてフランス海軍のシャルル・ド・ゴールの合計12隻のみだな。このうち最新鋭のジェラルド・アール・フォードは電磁式カタパルトを装備しているけど、これを除く残りの11隻の航空母艦のカタパルトは全て蒸気式のもので、フランスのシャルル・ド・ゴールもアメリカからの技術供与されたものだよ。蒸気式のカタパルトはまだアメリカ海軍の主力である10隻のニミッツ級航空母艦で使用されており、これまでも中東などでの実際の戦闘で運用され、そのシステムの信頼性という点では非常に完成度が高いことは言うまでもないんだ。しかしアメリカ海軍はこうした伝統と信頼性を誇る蒸気式のカタパルトから、より様々な重量の機体や、同じ機体でも搭載する内容物によって微調整が可能な電磁式のカタパルトの導入を決定、ジェラルド・アール・フォードに搭載したぜ。ただし2017年に就役を迎えたジェラルド・アール・フォードではあったが、電磁式のカタパルトをはじめ初めて導入された新機軸の装備が他にも多数あったことも影響し、事実上は2022年までの5年間は実稼働状態とは言えなかったな。アメリカですらきちんと稼働させるのに時間がかかっているんだね。それほどまでに、かのアメリカ海軍ですらも実用化に時間を必要とした電磁式のカタパルトだけど、中国海軍は2022年6月に進水させた同海軍3隻目の航空母艦の復権にそれを装備すると世界に向けて喧伝しているよ。心意気は認めるけど、中国には難しい気がするよね。電磁式は言うに及ばず、カタパルトの装備自体が初となる中国海軍の航空母艦において、それが実際に可能なのか否かは、今年2023年春先からと予想されている復権のテストの進捗を見てからでないと、何とも言い難いように思えるね。ちなみに中国はこうした復権のような航空母艦に限らず、今後は航空機を運用可能な強襲揚陸艦等にもカタパルトの搭載を推進していく方向だとみなされており、復権のテストはそれらにも大きく影響を及ぼすだろうな。それは今後の軍事的な潮流としても、強襲揚陸艦等に無人航空機を艦載機として運用することへの後押しとなる可能性があり、有人機よりもはるかに軽量な無人機の艦載機化とその運用を占うものとなるのかもしれないぜ。さてアメリカ海軍のジェラルド・アール・フォードだが、そこに搭載された電磁式のカタパルトは、イギリス海軍との共同開発によってゼネラル・アトミックス社が実用化したもので、仕組みとしてはイーマースと呼称されているよ。この電磁式のカタパルトイーマースは、主として4つの要素を持つシステムで構成されており、それはモーター、バッテリー、コンバーター、制御システムで、その中でもバッテリーにはフライホイール形式が採用されているんだ。フライホイールバッテリーとは、充電や放電を行うに際して化学反応を媒介させてそれを行う蓄電池と異なり、構造がシンプルで耐用年数が比較的長く、加えて整備性が高いことが利点として挙げられているな。川崎モータース社のニッケル水素を使用するギガセルは無論蓄電池に該当する製品なんだけど、すでに路面電車等への採用や各種の蓄電用の設備に実績を持ち、大容量でかつ高速の重放電に対応し、環境にも優しいとされているみたい。日本で軍事用に使用されている蓄電池といえば、最新鋭の太平型潜水艦にも搭載されているリチウムイオン電池が思い浮かぶが、ニッケル水素電池はこれに対し、大きく重く重放電時間も長いが非常に低コストだと考えられるよ。軍事用として見た場合、コストの安さには価値はありそうだけど、運用上で重放電時間が長いというのはかなりのデメリットであり、果たして川崎重工業者が唱えるように電磁式のカタパルトの電源足りうるのかは少し疑問にも思えるよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。